質問はですね、お嫁さんとの関係を、改善していくにはと、こういうことですね。まず知っていただきたいのは、このお嫁さんの、育ちというものですね。これをよく知っていただきたいと思いますね。お嫁さんの育ちですね。どういう育ちをしているのかということですが、そのためにはですね、ちょっと仏教の我ということについて、よく知っていただかないとわからないと思います。この我というものね、仏教ではですね、すべての苦しみやすべての悪は、この我によって引き起こされると教えられています。よくこう我を通すとかって言いますね。ね、我を通す、例えばお父さんタバコはねやめた方がいいわよってこう言われてもね、分かってる分かってると言いながらタバコを吸う、ね、何々さん資料は整理した方がいいですよ、こう言われてもね、分かってる分かってると言いながらこれだけは言って捨てられないっていうのね、これは我と言います。で、仏教ではこの我によって苦しみが引き起こされると教えられていますので、もう少しその我というものを説明しないと、このお嫁さんが一体どういう状態になっているのかということも、また今後の状況ですね、今後どういう状況になっていくのかということも分かっていかないと思いますので、我について説明します。これは非常にあの仏教では恐ろしいものです、我というもの。で、我というものは一体どういうふうに、成立するかというと、私たちの心を支えているもの、つまり私たちの心をですね、一番根底から支えているものがですね、現在は、まあ、仏教的に言うと偽情と言われるものなんですね。これを別の言葉で言うと不安と理解してください。私たちの心を根底から支えているものが不安と言われるもの。これが今の、私たちの状態です、ね、私たちの心を根底から支えているものが不安というもの、ね、不安、これを仏教の言葉で偽情と言います、ね、で仏教の目的はこの偽情を晴らすことが目的です。つまり不安をなくすことが、目的になります。ですから私たちの一番心の底にあるものが不安なんです。例えば子供が学校へ行かないとなるとすぐに不安になりません？そうするとその不安な心から何としても、子供を学校に行かせようとする。なんで？それは学校に行くことが当然だから、学校に行くこと、子供は学校に行くことが当たり前だから、その当たり前の常識というものが我というもの、ね、だから子供を何としても学校へ行かせようとする親の親切を我というんです。なぜそんなことをするのかというと、子供が学校へ行かないと、私が不安だから。だから私が不安だから、学校に行かせようとする。子供のためじゃないんですね。ここがポイントです。子供のためではなくて、自分の不安をその抑えたいために学校に行かせようとする、この不安をですね、偽情と言います。その不安をどのようにして晴らすのかというと、
私たちは不安だとですね、何かこう安定しているもの、安心できるもの、固いものにすがろうとする。その固いもの、変わらないと信じたいものを仏教では我というんです、ね、だから我というものは変わってほしくないものです。例えば、子供が当たり前のように学校へ行くという、そういう当たり前の雰囲気をですね、変えたくない。それがもし変わってしまうと、子供をですね、泣きじゃくる子供を引き連れてでもね、学校へ行かせようとする親の親切心は、実は親切ではなくて強制押し付け、これを我と言います。だから本当は子供のためじゃないんですね。子供のためじゃなくて自分の不安を解消したいから、これ一つ一つね、例えばお嫁さんとの関係も、お嫁さんのことを本当は心配してるんだろうか、それともお嫁さんとの関係をうまくできない自分の今の状態がですね、あるべき姿からずれていることによって不安なのか、そこをよく知らないといけない。だから自分がお嫁さんのためにいろんなことをすればするほど、実はですね、お嫁さんにとっては苦しいことをしているのかもしれない。つまりお嫁さんのことを思ってやっているけれども、ね、その根底には自分の不安があるんです。この先どうなってしまうんだろうっていう不安。例えばその大学卒業した、その卒業生の人がですね、一生懸命就職しようとすると、なんでそんなに一生懸命就職しないといけないの、それは将来に対する不安があるから、生活できないんじゃないかとかね、そういう不安のために仕事に就こうとする。だけどそんなに急いで就かなくてもいいでしょと思うんですよね、私としてはね。いや、今その仕事に就けないならば、社会が求められるような人材になれるようにね、もっとスキルを学んでいったらいいじゃないですか。スキルをね、身につければね、どの会社でも引っ張りだこですよ。それなのに、ね、スキルを身につけるというねことをせずに、とにかくリクルートスーツにね身を包んでこう動き回っていると、あっちへ行ったりね、こっちへ行ったりして一生懸命こう回っている状態が、それが根底に不安というものがある。例えば一般のね、社会人がお金お金お金とこういうふうに求めるのも、それはお金がないことに対する不安からお金を稼いで、だ全ての根底にですね、私たち不安というものがあるんです、ね、この不安をなくすことが仏教の一つの目的なんです、ね、ところが私たちはこの不安をですね、短絡的にこの我というものを作り出して不安をなくそうとする。だから我っていうのは一体何かって言ったら、まあいろんな言葉で当てはめることができますけど、その人にとっての常識であり、その人にとっての正義な、こういうことです。だから自分にとって正しいことが我です。そして自分にとって正しいことは人にとっても正しくなければならないというふうに思うんです。なぜかというと、自分の信じている我が万人共通でなければですね、これはまあ分かりやすく言えば万人共通、全ての人に共通したものでなければ、非常に弱々しく見えて安心してすがっておれない。だから自分とは違う我を持っている人を徹底的に否定するわけ。いや、否定しきれないんだったらね、逃げるんです、その人のことから。こういうものを、私たちは持っています。だから根底に不安というものがあって、
その不安からですね、まあ、仏教の言葉でちょっと難しい言葉をちょっとね、ここは仏教をよく知っておられる方たちばかりですからね、使わせていただくと、この不安が元になって我見というですね、自己中心的なものの見方、考え方が生まれる。つまり我というものを中心として物事を見ていく、そういう見方が生まれてくるということですね。我というもの、だからこの我っていうのは、いわゆる自分が持っている常識と、もう一つですね、自分自身、まあ自分というのね、この二つが我と言われるものなんです、ね。だから私たちは自分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 というものに執着するわけ。それはなぜそんなに自分というものに執着するかというと、不安だからです。だからとにかく自分はね、どんなに不安でも自分はあるから、だから自分というものを維持したい、こうね、自分というものをここに、ちゃんといるんだと思いたい、そういう心が起きてくるんです。例えばこのね、自分というものをですね、バカとかって言われて、傷つけられると、そのこの不安からね、バカと言われるととても腹が立つわけ。バカじゃないわいと、俺はバカじゃない、そう、俺がバカだったらガじゃないと、ね、もし私がバカという存在ならば、ガは不安定になって、不安定なものにすがっておれないので、この根底の不安が起きてきて、バカじゃないわいバーンとか殴ったりするわけです、ね、お前地獄へ落ちろとかって言われたらね、すごく傷つくのはですね、それは我というものが私たちにあるからです。で、誰しもですね、この不安を抱えている人は、で、まあみんなですよ、仏教ではこれをなくした人だけがこの我というものから離れられるんです。だからこのお嫁さんにも我があります。その根底の不安があるんです。だから自分というものをですね、すがっている。だから自分というものを否定されることに対してものすごい恐れを抱くわけ。また自分の常識をそのぶち壊してくるものに対してですね、ものすごい恐れをね、抱くわけ。分かっていただきました？つまりこれが我見というね、自己中心的なものの見方、つまり自分を中心として物事を見てしまう。だから自分というものをこうね、大事にしよう、大事っていうか自分というものにすがっている状態、ね、大事にしていないんですね、すがっている。自分というものにぐっとね、すがって、この自分が傷つくことをすごく恐れている。そして自分の作り上げた世界、常識というものね、正義というものが崩れることをとても恐れているものをですね、我見と言います。例えばイスラム教の世界ならば、イスラム教の神を冒涜するとね、殺されますよね。それはなぜかというと、イスラム世界は強烈な不安が根底にあって、その上にイスラムの神というものがあるわけ。だからイスラムの神を否定するとですね、その根底の不安が動揺するので、そういうイスラムの神を冒涜する者の存在を許せない。だから叩き潰そうとする。これと同じようにキリスト教の世界も、その根底に不安というものがあって、そしてキリスト教の神というものが絶対的な正義となって押し付けてくるわけ。で、誰しもですね、これはイスラム教とかキリスト教だけじゃなくて、全人類みんな何かしらの我を持ってるわけです。これをいわゆる宗教と普通は呼ぶわけですね。だから日本人は無宗教と言われるけどね、無宗教ではないんです。日本人はそれ各ね、いわゆる世帯で我があるんです。いわゆる宗教があるわけです。だから何かに拝むとかね、何かを拝むとか、何かを信じることがいわゆる宗教ではなくてね、
宗教っていうのはいわゆるこの我を指して宗教と呼ぶわけです。だからキリスト教っていうのはいわゆるキリスト教の人たちは同じような我を持ってるわけ。イスラム教というのはイスラム教っていうね、同じような我を持っている。そして日本人はですね、まあ日本人のいろんな我があるわけです。こういうことです。だからこの我というものに対してものすごく私たちは執着しているということをよく知っていただきたいと思います。で、その執着の原因は不安にあるので、安心感が少なくなればなるほど我に執着するということです。こういうことです。ちなみにお嫁さんはですね、このお嫁さんはこの不安がすごく大きいので、ものすごく我に執着していると思ってください。相当ね、我というものに執着する、つまり我見ってことね。で、この我見がさらに進むと、それが、我慢というですね、いわゆる自分の作り出した我こそですね、正義と、つまり世の中で一番の正しい常識、つまり私たちが普通常識ではね、常識から考えたらこんなことするわけないじゃないのっていう常識っていうのは我なんです。だから他のお家を全部見た上でね、他の人ではやってないのかっていうことを調べた上で言ってるわけじゃなくて、自分の中の常識ではそんなことを許されないということですね。こんなことを言うのは常識から言ったらおかしいわよっていうのは、いわゆる自分の我から言ったらね、もう許せない。これは我慢と言います。こういうのを我慢。だから我慢する我慢ではないですね。我慢する我慢ではない。なんでこんな風に使われるようになったかね。私たちそういうね、いわゆるこう耐えることを我慢と使われるようになったのかというと、いわゆる武士は食わねど高い王子って言われてね、いわゆる武士っていうのは、男っていうのはね、自分がお腹を空かせてね、お腹が空いている時でもね、家族を養うためにね、食ったように見せるっていうね、これはいわゆる我なんですよ。それを通すことを我慢って言うんです。こういうところから我慢することをなんて言うんですかね、我慢と言われるようになったと。だから、いわゆるその仏教的な使い方から言うとね、その横綱がその自分の横綱というプライドをかけて一生懸命稽古に励むね、我慢して稽古に励むことを仏教的に我慢って言うんですよ、ね、いわゆるその柔道家とかね、アーティストとかね、アスリートと言われる人たちが自分のプライドをかけて最後までこうやってね、走り抜くこと、マラソン選手だったら走り抜くことね、我慢して走り抜くことを我慢という。こういう時に我慢という言葉を使います。しかも大事じゃないですよ、我慢は。我慢は我を通しているだけなので、これ良くない。そしてそこからさらに我愛というですね、この我に対して執着する心が起きてくる。執着し始めると人がですね、他の我を持っていることが許せないんです、ね、だから他の我を持っている人をですね、叩き潰そうとする。それは執着からですね。全てはこの我ということが、苦しみの原因となっています。ここまで分かっていただきました、ね、我というものが、だから自分を侮辱されるとすごく腹が立つ、ね、そして自分の作り上げた正義ね、常識を崩されることに対して、すごくですね、私たちは抵抗を感じるわけです。そこで私たちはこの根底に不安があるので、安心したいと思って自分の我をですね、広げようとします。こういうふうにね、広げようとする。例えば、まあ、宗教家なら分かりやすいですね、自分が教祖になる、ね、教祖、我です、我の中心となる。
そうすると信者を集め始める、ね、私の宗教に入りなさい入りなさい入りなさい。この入るということは我をですね、自分の我を相手に押し付けて、そして相手を服従させるということです、ね、これこそ私が見つけた真理なんだ、ね、そうやって押し付けていくことをいわゆるこの我を広げていくと言います、ね、だから我をこう広げていく、自分の中の正義を押し付けていくことをですね、うん、我を広げていくと、こういうことです。で、まずは物を増やし始めますね。我を広げるためには物を増やす、自分のいわゆる不安を解消するために自分の我のね、まあ執着なるものを増やしていくわけです。こう増やせば増やすほど自分の世界が固定化されていきますね。だから物を増やし始めているっていうことは、その根底に不安があって、そして自分の世界を広げようとしている姿なんです。そして自分の正義を相手に押し付けようとする。だから物が増えれば増えるほど、いわゆる私たちは安心して自己主張が強くなっています。いいですかね。子育ての時にすごく大事なのは、子供さんに物をたくさん持たせすぎると親御さんの言うことを聞かなくなります。こういうことですね。で、このお嫁さんの場合はどうなのかというと、お嫁さんのお母さんがこの我の強い方だった。そのためにお嫁さんが小さい時にこれ飲み込まれたわけですね。こうなってしまった。つまり親御さんの我をですね、押し付けられたわけです。そうするといわゆる自分を否定されているのと等しいわけです、ね、自分の常識を否定されているのと等しいわけ。だから娘さんはね、お嫁さんになってますけど、娘さんは娘さんでいろんなことを考えて自分の中でね、不安を解決しようと自分を作り出したりね、常識を作り出そうとしてきた。だけどそれを全部お母さん粉砕したり、ブシャッ。これいかに恐ろしいことかっていうことが分かっていただきます。だから粉砕されたんです。ならもういわゆるロボットに近い状態でその娘さんは今までいたわけです。まずこれが結婚するまでの状態です。つまりお母さんの我をもう無理やり押し付けられてですね、そしてもう我が完全に潰された状態、つまり人間でありながらね、人間じゃない、その娘さんはね。なんでかって言ったら、がですね、潰されてしまっているからです。いいですか？だからが潰されてしまうとね、苦しみを感じなくなるんです。ね、がをこう完全に潰されてしまうとね、もう苦しみも感じないし、何にも考えずに生きていけるわけ。だから苦しくない。だけどその。我を押し付けてくる人から一旦離れた時に我が芽生えるわけ。この人がこうね、我が芽生える。つまりこの人が不安だから自分の中で我を作り出したわけ。この弱々しい我が出来上がったわけです。まあこれは仏教から言うと苦しみの始まりなんですけどね。でもこれは大事なものなんです。そうなるとこの弱々しい我にとってですね、今まで住んでいたお母さんのこの我ですね、もうこれはね、もう二度と潰されたくないと思うんです。だから我に対してものすごい敏感になるんです。いいですか。特にね、我を押し付けてくる人は笑顔でね、相手の我を潰すんですよ。だから笑顔でね、何か迫ってきた時ほど虫図が走るわけ。うわ、これがいわゆるもうトラウマとなっています、お嫁さんにとっては。同じようにその鎌田さんがですね、
お嫁さんに対して接しようとしてもですね、その鎌田さんにも鎌田さんで我があって、それをですね、いわゆる知らず知らずのうちに押し付けてしまうんです。そうするともう敏感になってるからね、相当我に対して敏感になってるお嫁さんにとってちょっとでも我を押し付けられると過敏に反応するんです。やめてってこうなるんです。わかりますでしょ。今まで潰されてきた人がですよ、やっと自分の世界を作り出したところで我を押し付けられたわけですからね。それはもう過剰に反応します。だけどこのお嫁さんにはいわゆる鎌田さんの我を防ぎきるだけの力がないために、まあせめて自分の我に近いお母さんのところに戻ってるだけ。でお母さんも結局我を押し付けてるだけだから、その全然改善になりません。まず分かっていただきました、この我についてね、非常にまあちょっと我の説明だから、我というものがいかに恐ろしいものか、我というものは自分の中の常識であり、それをこう人に押し付けることによってですね、私たちは安心感を得てる。だから子育てもね、知らず知らずのうちに自分の我を押し付けてしまう。だから子供さんっていうのはね、成長しない。つまり子供さんの我を否定してるからですね。私たちは親がですね、知らず知らずのうちに自分の子供の我を握りつぶしてる。なんでかったら、親自身も不安だからです。だから安心したくて自分の我を維持しようとする。その我を子供にまで押し付ける。そうすると子供はですね、自分の我を否定されるから握りつぶされる。で、握りつぶされた子供はですね、我に対するもう、まあなんていうんですかね、潜在的なですね、憎しみの心を抱くんです。これがですね、ある程度大きくなった時が恐ろしいわけ。つまり力を持ち始めた時に、つまりこのお嫁さんの場合はお母さんの我が強すぎたために完全に握りつぶされたまま今まで来ました。普通はですね、どっかでその子供さんが我を持ち始めた時にですね、その我を押し付けるものに対してね、潜在的な憎しみが起きて大爆発をするんですよ。普通はですね。だから家庭内暴力、殴る蹴るとかね、当たり前ですよ。そういうことをやるのは、だって今まで我を押し付けてきたんだ。なんで昔はそんなことが少なかったんですかっていうと、それは親御さん自身がいろんな人と接してですね、その自分の我を押し付けることを少なかったんですね。いろんな人と接していたから、その他の人の我もあるんだ、他の人の常識もあるんだということでね、その親御さん自身がですね、自分の我を人に押し付けるっていうことがね、少なかったんです。また子供さん自身も親から押し付けられた時にいろんな逃げ場があってね、その自分の我を守ってくれる人たちがいっぱいいたわけです。だから家庭内暴力まで発展するケースが少なかった。ところが今はですね、いわゆる一対一の関係ですからね。他に近所にお友達もいない。もう孤独な関係だとですね、親と子しかいないですから、まあ親が我を押し付けてきたら子は反発して親の我をですね、全部亡き者にしようとする。だから殴る。これが力ですからね。子供、親が今まで力をでね、子供を押し付けてきた、子供を握りつぶしてきたものをですね、子供がやり返しただけです。こういう今状態にいるということをちょっとね、知っていただきたいと思います。ちょっと長くなりましたから少し休憩をしたいと思います。